こんにちは、高田実です。私が初めて彼に会った時のこと、今でもよく覚えております。マスメディアに出るには何をしなければいけないかということ、無名のコンサルタントが知名度を上げるには何をしなければいけないかということ、そして何より自分の強みというものを再発見させていただいたことです。私にとって彼は今でもメンターです。今後ともよろしくお願いいたします。